こんにちは、しゅうです。お昼ご飯簡単に作っていきたいかと思いまして、こちら納豆です。久米納豆でホットサンド作っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず納豆ですね。1パック納豆って美味しいですよね。424回かき混ぜると一番美味しいっていう話あるの知ってます？実際に424回混ぜたことあるんですが、腕が棒になりました。で、まあ、こんなもんでいいでしょうかね。で、これを今回2種類のホットサンドを作るので2つに分けていきます。分けていきます。で、タレを入れ忘れていたので今から投入します。タレですね。そして一つにはこちらキムチ入れていきます。キムチが、これは少量で 15g ぐらいですね。もうこれだけで美味しそうですよね。さあ、そしてもう一つはザンシーチキン、オイル不使用を使っていきます。はい、これを半分ぐらい入れていきましょうか。これも混ぜ混ぜしていきましょう。ツナ納豆すごい美味しいのですが、こちらアマニ油マヨネーズを少し加えます。小さじ1杯ぐらいでしょうかね。マヨネーズってもう何でも美味しくしてくれますよね。これでホットサンドを作る具材ができました。早速焼いていきましょう。ホットサンドメーカーの予熱が終わりました。山崎ロイヤルブレッド10枚スライスですね。ではまずツナ納豆からですね。バターとか塗るともっと美味しくなるらしいのですが、カロリー控えめで作ります。では2枚目のパンには、キムチ納豆を入れまして、そこにこちらとろけるスライスチーズ入れていきます。で、同じように挟みまして、で、また5分ほど待ちましょう。焼けてます。1つ目の方がこんな感じですね。ツナ納豆ホットサンド、納豆キムチの方がこんな感じになってます。ちょっと具材少なめに作ってるので薄いですよね。焼けるのを待ってる間にですね、半分残したツナのさらにその半分ぐらい使ってですね、ちょっとサラダ作っておきました。イタリアンハーブミックスと混ぜて作ってあります。こんな感じでできましたがどうでしょうか。僕のお昼ご飯完成しました。いつものようにいただきます。ツナ納豆ホットサンド、納豆とツナってすごい相性いいですよね。美味しいです。それとキムチですね。キムチとチーズが納豆とすごい相性よく美味しいです。最後までご視聴くださってありがとうございました。またまた見に来てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。